ただいまから内閣委員会を開会いたします。まず委員の異動についてご報告をいたします。昨日までに岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として自見花子さんが選任されました。政府参考人の出席要件に関する件についてお諮りいたします。内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、冨安太一郎君ほか26名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。委員長。